ロシアンルーレットの準備をしたいと思います。早く皆さんこんにちは、科学のお姉さん五十嵐美樹です。アナヒコです、よろしくお願いします。先生、何ウキウキしてて。そう、今日はね、楽しいゲームを企画してきました。楽しいゲーム？そう。それって何？科学実験とロシアンルーレットを合わせて面白いことをしたいと思います。ロシアンルーレット？そう。あ、なんか怖そうだな。怖いよね。そう、でも楽しみだなと思って、ということで、ロシアンルーレットといえばこの人。この人。お兄ちゃん。お兄ちゃん。どうも、アナジロです。あら、お願いします。お兄ちゃん、こういう時しか呼ばねえよな、俺のこと。まあそうなっちゃいますね。ロシアンとかそういう、いや、そのロシアンとかフィリピンとか関係ないから。で、あのピコ太郎さんやってたね。やっちゃってたね。勝負ということですね、これは。そうなんです、今日は勝負です。僕は本当負けたことないです、勝負ね。勝負に言うと、はい、そんな確率的。お笑いでも負けたことございません。いや、負け顔だろ、ほんと。動かないでも負け顔だろ。おい、置いといて、はい、はい、じゃあ今日はこのメンバーでね、ロシアンルーレットをやってみたい、3人でね、そう、やってみたいなと思います。俺、アナヒコが負けると問題ね、こういうのって。やっぱりお兄ちゃん一番下手れだから。知ってる、一番下手れっていう人が一番下手れなんだよ。知ってない。まあ、こんな感じで今日も楽しくやりましょうね。しましょう、はい、じゃあそれでは、せーの、レッサイエンス。違う。あ、こっちやったんだよ。さあ、軍手をはめましたね。はめましたね。はい、じゃあこの軍手をはめて、今からそのロシアンルーレットの準備をしたいと思います。はいはい、僕はあの悪い予感しかしないんだけど、ね、大丈夫。まずここに風船を用意します。なるへそ。はい、これにドライアイスを細かく砕いたものを入れます。ドライアイスにお水を加えると温度が上がっていって、どんどん気体になっていくんですね。で、そうなると、そう、体積がこう大きくなっていくので、風船が膨らむはずなんです。二酸化炭素じゃなくてドライアイスを入れます。先生大丈夫？ちょっと完全にペース乱された。先生が動揺してるんですけど、ないっていうか、二酸化炭素つまみに見えるもんだったよね。そう、そし、よし、はい、じゃあこれで、はい、入れてください。結んだところからロシアンルーレットクイズ大会始めるんで。ちょっと待って、どういうこと、どういうこと。クイズってどうしますか？クイズに答えられなかったら、その人がずっと持って振ってるっていう風なシステムに行かせていただきたいと思います。じゃあ入れますよ。はい、はい、ちょいちょいですかね。結んだ瞬間にスタートしますんでね。感じでちょっと空気入れます。ふーって入れ、入りやすいように、うんうん。あんま関係ないし、二酸化炭素なんで本当気をつけてください。先生結べる？先生結べるの？風船大好きだからね。いや、風船大好きって。ほらほら、楽楽。あ、すごい。じゃあ、はい、始めます。はい、はい、お願いします。お願いします。元素記号問題。イエーイ。じゃあ先生からします。はい、元素記号問題。何、はい、早く MG は何でしょう？ MG、マグネシウム。正解。はい、あ、じゃあ、アナジロお兄ちゃん、はい、CA は何でしょう？キャビアテンダント。違います。ブブブ。じゃあ CA、そうだろうよ。わかるでしょ、CA、ほら、あのカルシウム。正解。やだじゃん。そう、はい、キャビじゃなかった。元素記号問題。何、はい、H は？ H、水素。はい、正解。ずるい、さっき。じゃあ、はい、元素記号問題。はい、O は何でしょう？おお、じゃあ、じゃ、元素記号。違う、元素。元素記号。アナジロ記号じゃない。お、酸素。正解。おお。じゃあ、先生、元素記号問題。はい、CU は。CU の。はい。早い早い。はい、お兄ちゃん、元素記号問題。はい。FE は。FE。FE。FE。フラスコじゃなくて。違う。ええ。ほらほら。なんだっけ、もう。キットレー。いや、あの、鉄。正解。やったー。やったー。やったー。じゃあ先生問題、ミキラボから復習問題します。デレン。はい、デレン。はい、デレンっておかしいから。早く早く。ゴムを溶かして風船を割ることができる成分は何？ニモネ。ニモネ。正解。ニモネ。正解。ニモネ。ニモネ。それ、あなた本当にだって、あなたのお兄ちゃん飛んだじゃない、割れて。じゃあ、アナジロミちゃん、ミキラボから復習問題。紫キャベツの中に入っていて、あ、知ってる。
酸性だと赤色、アルカリ性だと青色に変わる色素は何？もうやりましたか？最近やりました。確かにミキラボでやったよ。ミキラボでやったから。え？振って振って。キャラメル？何？それお兄ちゃんの大好物。ちょっと待って。振って振って。違う、振ってるよ。なんでそんな甘いこと苦しいんだよ。おかしい。ああ。振って。待って。キャベツ？キャベツ？あ、ブキャ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 バン！うわいやー先生、はい、盛り上がったね。盛り上がったね。クイズ大会もすごい盛り上がったね。先生もすぐ答えられて ね、うん、すごい楽しかったけどさ、あらー次郎くんがちょっとね、どっか行っちゃったんだよ。いや、一人になりたいって言って一人になりたい、ちょっと拗ねて帰っちゃった一人ここは一人にさせてあげてもらっていいですかね。なんか続きはあなしこの部屋の中で、そうだね、うまく僕がフォローしとくんで、ね、ちょっと励ましていてもらっていい、はい、ごめんね、はい、うん、はい、いやでもすごくあの分かりやすくて結果もしっかり出てて、出てね、良かったね、はい、良かったです。これはね、危ないので皆さんは真似しないでください。そうですね、危ないんでね、ね、はい、はい、でもこのようにあの実験を使ってこういうゲームをすることもできるっていうのは面白い発見でしたね。また新しいゲームもね、実験を使ったゲームを開発して、ね、そうだね、先生お願いします。はい、また考えていきたいと思います。その時はアナジロお兄ちゃんもちゃんと呼ぶんで、呼んできてね、そう、はい、またちゃんと連れてきてください。はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあ今日はここまでです。それじゃあまたね、バイバーイ。バイバーイ。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと先生に質問ややってほしい実験があったらぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。